はい、どうもプロボーラーのイソピーです。はい、今日はねまたちょっとね、残念なお知らせになっちゃうんですけど、またねその原因であるコロナウイルスのね、関係のちょっと話をしようかなと思ってます。先日お伝えしました、桑田カップが残念ながら中止になってしまったというお話はしたんですけども、それ以外にもまた開催が決まってました住建ハウジングチャンピオンシップでしたっけ、ね、あの最高賞金額で男女共催というか男女が共に戦うというねすごい楽しみなトーナメントではあったんですけど、そちらの方も中止が決まってしまったということで、あとね女子の宮崎オープンも延期という形で、宮崎オープンは9月に延期だったのかな、ということでちょっとね、まあ、残念なお知らせですけど、やっぱりね今現状こういうふうにコロナウイルスのね話がちょっと強くなってきてしまって、まあ、そういうイベントとかね、関しては自粛の要請っていうのも出てるみたいなんで、まあ、仕方がないかなと思います。ただやっぱりねボーリング場ってどうしてもある程度ね人が近づきやすい環境っていうのはあるので、今のところそこまでね、規定されてるセンターさんとかはないと思うんですけど、やっぱりある程度の何らかの対策っていうのは必要だと思うんですけど、まず、まあ、ニュースとかでやってるんで今更僕が話すことでもないとは思うんですけど、まあ、一応ちょっとお話ししようかなと思います。やっぱり自らねどれだけ予防できるかっていうところになると思うんですけど、ただボーリング競技としてねマイボーラーでね大会出たりするとハンドタッチしますよね、そういうところでどうしてもね選手同士の接触っていうのはすごい多いね、スポーツだと思うのでそこは難しいところではあると思うんですけど、ハンドタッチってルールでも強制でもないので、だからある程度、まあ、同じボックスに入った人とかに、まあ、ちょっとそういう接触が気になるから今日はハンドタッチなしで行きましょうとかっていう感じで、まあ、されたり、まあ、ネクサスボールなんかでもね大会のスタート前に、まあ、そういうお話させてもらったり、まあ、ハンドタッチはしなくてもっていうような話はさせてもらってます。ただ何も言わずにもう自分だけハンドタッチせへんっていう感じでね言っちゃうと、他の人から何やあいつみたいなねっていうのもないとも限らないんで、まあもしそういうする場合は同じボックスの人にちょっとみんな今日はハンドタッチやめときませんかってねいうような話をしとけばスムーズにいくんじゃないかなと思います。ただ他のボールとかでもねタオルありますよね、ボールを拭くタオル、ああいうのってセンターにも置いてますけど、やっぱりそれってみんなが使うんで結局ねハンドタッチしなくても、そこで、接触っていう可能性になっちゃうんで、まあ、そういうところも自分だけのタオルを使うとか、まあ、そういうね本当にこまごましたところなんですけど、まあ、そういう予防をできる限り、自分でやっていくっていうところは非常に大事かなと思ってます。で一般の方とかだったらハウスボールとかね、毎回毎回ねその使った後に全部消毒できるかっていえばやっぱりそこまでなかなかね手が行き届かないんで、まあ、そこまではできないですけど、まあ、ある程度その投げる前投げた後とかにしっかりとね消毒したりねそういう手洗いうがいっていうのもしっかり、まあ、予防としてはしていただきたいと思います。まあ、本当にねちょっと今日はただこれだけのお話になっちゃうんですけど、意外と皆さんまだ気にされてない方とかまあまあ大丈夫だぐらいの感じの人が多いような気はしてるんですけど、意外とねそういう油断とかからそういうのって来ちゃったりもするかもしれないんで、本当にボーリング場って不特定多数の方が来られてそういう接触の機会っていうのはすごい多いところではあるので、僕もそういうところは気をつけていこうと思ってますし、皆さんにもぜひ気をつけていただきたいと思います。っていう本当に今日はねこれだけ皆さんでそういう予防とかも含めて気をつけていきましょうというだけのお話で、本当にね僕が話すことではないですけど、改めて皆さんにはそこをねちょっと考えてほしかったんで、ちょっと動画で出させていただきました。はい、本当にね、今日はちょっと短いですけど本当にこれだけのお話になります。ではご視聴いただきました皆様ありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。